ウエスタン健康科学大学は、健康医療専門職のための私立非営利の大学。メインキャンパスは、カリフォルニア州ポモナのダウンタウンに22エーカー、オレゴン州レバノンにある50エーカーのキャンパス、オスティアパスクメディシン・オブザ・パシフィック・ノースウェストがある。ウェスタールーは、オスティアパスクメディシン、デンタルメディシン、アプタマトリ、ポディートリックメディシン、看護学、 フィジシャン・アシスタント・スタディーズ、理学療法、薬学、バイメディケル・サイエンシズ、および獣医学の学位を授与している。3833人の学生が登録されていて、旧学部21学術プログラムを提供するカリフォルニア州の健康医療専門職のための最大規模の大学の一つであり、米国の健康科学大学の中でも最も広範囲にわたっている。 ウェ,ウェスターヌ・ポモナキャンパス内にあるペーシェント・ケアセンターは、医療センター、歯科センター、アイケア研究所、薬局、旅行健康センターがあり、これらはすべて一般公開されている。ウェスターヌ・ポモナには、ペットヘルスセンターもあり、予防接種、手術、 歯科治療など様々な獣医サービスを提供する。ウェスターヌはまた、カリフォルニア南部の様々な場所で医療サービスを提供している。プライマリケアサービスは、オレゴン州ポートランドのオリバーステーションキャンパスで利用できる。ポモナキャンパス内には、オーラルヘルスセンター、南カリフォルニア医療博物館及び、ハリス障害者及び、健康政策センターもある。 1977年に設立されたウェスターヌーでの最初のプログラムは医学校カレージオブオスティアパスクメディシン・オブ・ザ・パシフィックであった。それ以来、いくつかの学部が追加された。2003年に獣医学部が開校したのは、米国で20年ぶりに設立した獣医学部だった。2007年にウェスターヌーは、米国で初めて獣医学部の学部長として、女性を任命した。 2009年には3つの新しい学部が設立した。2011年、オレゴン州レバノンにカレジオブオスティア・パスック、メディシン・オブ・ザ・パシフィック・ノース・ウェストと呼ばれるキャンパスを開設した。2015年、大学の創立学長であるフィリップ・プマランツが引退した。当時、彼はアメリカ合衆国で最も長く在籍していた大学の創立学長であり、 現在、米国で記録は破られていない。ウェスターヌーのすべてのプログラムは専門家認定を受けており、大学はウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・コリッジスの認定を受けている。COMP はアメリカオステオパシー協会のオステオパシー・カレッジ認定委員会によっても認定されている。ウェスターヌーは1977年にオステオパシー医学部として設立され、現在は オステオパシー医学博士を輩出している。カリフォルニア州立オステオパシー内科及び外科医の交際の複雑な時代を迎え、カリフォルニアでは初めての医学部開校となった。カリフォルニア州立大学オステオパシー医科大学院は MD 付予校として短期間で独立した。間もなくカリフォルニア大学アーバイン医学部へと発展した。1977年に設立された。 ウェスターヌ・カレッジ・オブ・メディシンは、ロッキー山脈の西側で、唯一のオステオパシー学校であった。開学時 COMP コースには36人の学生がいて、そのうち最初の卒業生は、現在ユニバーシティ・ボード・オブ・トラスティスの議長を務めている。1986年に、大学は2番目の学位、マスター・オブ・サイエンス・イン・ヘルス・プロフェッションス・エデュケーションを提供し始めた。 4年後の1990年にフィジシャンアシスタントプログラムが始まり、2000年に修士レベルの過程になった。1992年に理学療法プログラムが始まった。1996年にウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズとコリッチス・グランテッド・アクレディテーションが大学として認定を授与したとき、大きな転換が起こり、オステオパシー医学大学は、 ウェスタン・ユニバーシティ・オブ・ヘルス・サイエンシズになった。1996年には、薬学部も設立した。イーサン・アレン・パーク、ペット・ヘルス・センター。1983年以来、米国で最初の新しい獣医学校として、1983年に獣医学部が開設した。実際には2003年に始まり、大学は2010年に完全な認定を獲得した。 学部長として女性を任命した米国で最初の獣医学学校となった。2008年、大学はバンフィールドペットホスピタルを一般に公開しました。2014年、ウェスターヌーはペット病院の運営と管理を単独で引き受けた。2009年にウェスターヌーで3つの新しい学部を開設し急成長した。翌2010年にペイシェンとケアセンターがオープンし、 医療、歯科、腱管、足病学及び薬局サービスを地域社会に提供した。2011年、ウェスターヌーはオレゴン州レバノンに太平洋北西部のオステオパシー医学部と呼ばれる新しい医学校キャンパスを開設した。大学はレバノンキャンパスに追加の学部を開設する予定。2015年1月にウェスターヌーのウェスタンダイアビーティーズインスティチュートは スコットランドの機関と共同で英国国民健康サービスに加盟する WDI としてスコティッシュケアインフォメーションダイアビーティーズコラボレーションの開発を支援した。2015年10月、ウェスターヌーはすべての学部で解剖学の教育を強化するためにバーチャルリアリティラーニングセンターを開設した。教員主導のバーチャルリアリティ技術は歯科、医学、獣医学、看護学、 薬学及び健康専門職の学校で使用されている。大学は、また、2つの患者ケアセンターを運営し、ポモナキャンパスにはペットウェルネスセンターもある。ウェスターヌーポモナキャンパスはまた、高校衛生センター、南カリフォルニア医学歴史博物館、及び障害と健康政策のためのハリスファミリーセンターの本拠地でもある。2015年に、 ドクター・プマランツは38年間続けた年で創立学長職を辞任した。当時、彼は米国で最長の在籍期間を持つ創立学長、そして米国で2番目に長い在籍期間を持つ大学学長だった。2016年にドクター・ダニエル・アール・ウィルソンが学長就任した。2017年11月、ウェスターヌーは、 ロサンゼルスにアイケア研究所を設立した。これは停止力を改善するためのリハビリテーションを専門としている。クロニクル・オブ・ハイアー・エデュケーションは2012年から2018年まで毎年働くための素晴らしい大学としてウェスターヌーを認定し4年間オーナーロールになっていた。2017年、ウェスターヌーは米国内で7番目に多い出願を受けた医学校だった。 2018年 US ニュースワールドレポートは米国の全医学校の中でプライマリケアへのレジデントに入った医学卒業生の割合が11位だった。大学はポモナで4番目に大きい事業所であり1000人以上の従業員を要しダウンタウンの経済発展に大きく貢献しておりこの地域に数百万ドルをもたらしている。ウェスタヌは学部21プログラムを それぞれ学期スケジュールで提供している。ウェスターヌーでのすべてのプログラムはポストバカロレアで健康科学の専門職に焦点を当てている。すべてがそれぞれの国内認定機関によって認定されています。大学自体は西部学校協会の認定を受けている。博士号はオステオパシー医学、歯科医学、腱ガニー、獣医学、薬学、実践看護医、理学療法、 および、足病院がある。いくつかの修士課程プログラムは、薬学、健康科学、医師補助研究、看護学、生物医学科学、医学でも提供されている。保健専門職教育における科学の修士号は、教育に関心を持つ医療専門家に教育スキルを提供するために提供されている。二つの遠隔教育プログラムと科学看護学修士が、 提供されていて、他のすべてのプログラムは昔ながらの大学キャンパスでの開校となっている。その他の学部やプログラムも検討中である。アメリカで最も総合的な健康科学専門教育の大学としてのウェスターヌーは全級学部が関与する統合プログラムを備えたインタープロフェッショナルエデュケーションの先駆者である。このプログラムは2007年に始まった。プログラムの目標は 他の医療従事者の理解を深めること、そして患者中心のケアとヘルスケア管理へのチームアプローチを提供し促進することで患者ケアの向上につながる。共同実践の奨励による専門職間教育の有効性については議論があるが、専門家間教育は米国の健康科学カリキュラムにおいてますます一般的な要素となっており、 世界保健機関を含む多くのグループは医療ミスを減らす医療制度の改善手段とみなしている。専門家間教育プログラムの一環として学生は学部教員のファシリテーターと小グループで集まり提示された症例について専門家間の知識と意識、経済的または倫理的な課題、コミュニケーションの障壁など非臨床的側面について複雑なケースで話し合う。 2010から11年度、イペプログラムには、大学の9つの学部から850人の、学生と150人の教員が参加した。グランドラウンドや、ジャーナルクラブによる、臨床イペローテーションの拡大が進行中である。ウェスターヌは研究ポートフォリオを拡大しており、基礎科学、トランスレーショナル、および臨床科学の様々な分野で研究を行っている。 研究の強みは、神経生物学、分子、代謝性疾患、感染症、免疫学の3つ。神経生物学の対象には、アルツハイマー病、中枢神経系疾患、遺伝性疾患、環境病理、及び肝細胞療法がある。分子性疾患及び代謝性疾患の対象には、ガン、心血管疾患、糖尿病、及び肥満がある。 感染症及び免疫学の対象には、結核、恐竜病、鳥インフルエンザ、及び、エチシリン体性を植物同級菌がある。研究は、国立衛生研究所、ワンサイト財団、ポッツ財団、アメリカガン協会、アメリカ心臓協会、アメリカ肺協会、及びカリフォルニア再生医学研究所によって、資金提供されている。ウェスターヌーには2つの患者ケアセンターがあり、 一つはカリフォルニア州ランチクカモンガにあり、もう一つはカリフォルニア州ポモナのメインキャンパスにある。ウェスターヌーは1984年に最初の患者ケアセンター、地域医療クリニックを開設した。ポモナペーシェントケアセンターは2010年5月にオープンし、患者数は年間1万人以上ある。ペーシェントケアセンターにはメディカルセンター、フット アンクルセンター、アイ、ケアセンター、デンタルセンター、ファルマシアがある。このセンターには、認定糖尿病教育センターである、ウエスタンダイアビーティーズインスティチュートも併設されている。同研究所は、糖尿病患者に、効率的で質の高いケアを提供するように、設計された患者中心の診療ユニットである。ランチョーコモンが患者ケアセンターは2008年にオープンし、 地域医療、内科、足と足のケアを提供している。ウェスターヌーは学術保健センター協会の会員である。大学院生の健康科学教育、特に西部諸州のパートナーと連携した大学院生の医学教育の拡大における主要なリーダーでもある。1998年に大学は障害と健康政策のためのハリスファミリーセンターを設立した。 センターは、障害のある個人の健康上のニーズを主張し、組織、企業、及び病院が障害のある人々のニーズを満たすのに、役立つよう、コンサルテーションとトレーニングを提供している。e 2ンドと S タウニアベニューにある駐車場。ウェスタールーのメインキャンパスは、カリフォルニア州ポモナのダウンタウンにあり、正式な住所は3 0 9ーストセカンドストリート。設立時、 キャンパスの一部はアウトドアショッピングモールから大規模に改装された。それ以来、患者ケアセンター、ペット病院、教室、研究施設など、いくつかの建物を取得、建設してきた。都市キャンパスには2つの公園がある。ポモナキャンパスは、メインのエスプラネードに沿って7つの外区にまたがる19の主要な建物からなり、敷地面積は22エーカーある。 キャンパスの北東隅には保健教育センター、患者ケアセンター、広い駐車場がある。これらウェスターヌーの建物は1億ドル規模の拡張プロジェクトの一環として2010年にオープンした。健康教育センターは医学、歯科、足病学、健顔の各学部も収容する18万平方フィートの教育研究施設。 センターの4階には最先端の研究所がある。7層の駐車場は600台分の駐車スペースがある。健康教育センターのすぐ西には、キャンパス内にあるペット病院及び診療所であるウェスターヌーペットウェルネスセンターがある。施設は2008年にバンフィールドペット病院として設立し、2014年にウェスターヌー単独運営に移行した。このセンターでは、 予防接種、虚勢及び避妊手術、マイクロチップの装着、外科手術、歯科検査及び清掃、さらにのみ、まだに、及び寄生虫の駆除などのプライマリケアサービスを提供している。センターには、手術室、レント検室、検査室6部屋、隔離施設がある。ザドーミエは、ペット病院の南に位置する3階と、リンデンストリートの3.6エーカーの複合用途の建物である。 2014年6月に完成し、総工費4500万ドルで、主にウェスターヌーの学生住宅として17万3000平方フィートの施設として機能したが、研究及び教育支援、スペース、フィットネスセンター、コミュニティプール、メディアルーム、他の大学の事務所ドームへは、リードシルバー仕様に設計された。建物は19世紀のフランス人、 アーティスト、アナードミアにちなんでドーミエと名付けられた。左側にヘルスサイエンシズセンターがあるウェスターヌーのキャンパス内の遊歩道。キャンパスの中央部には、イーサン・アレン・パーク、健康専門職センター、獣医学センター、健康科学センターがある。イーサン・アレン・パークは、ペットウェルネスセンターのすぐ西にある。2006年に学校の表現会長を務めたイーサン・アレン博士に、 ちなんで名付けられました。キャンパス内のもう一つの公園は、キャンパスの西端にある、ポモナ都市公園である、センテニアルパーク。イーサン・アーラン公園のすぐ南にあるヘルス・プロフェッションス、センターには、薬学部があり、いくつかの教室、研究施設、および学生用顧問があります。建物は1962年に建てられた、ポモナ・バフェムのデパートで、1992年に、 大学が取得した。高校衛生を推進する非営利団体であるオーラルヘルスーセンターはヘルスプロフェッションスセンターに基づいている。2012年オーラルヘルスセンターはウェスターヌーと提携しカリフォルニアのベエリアからウェスターヌーのキャンパスに移転した。ヘルスプロフェッションスセンターのすぐ西にあるヘルスサイエンシズセンターは解剖学研究所 整形外科用の整形外科医療のための研究所及び広い教室スペースを備えた2階建ての72000平方フィートの建物。理学療法の個人指導プログラムがこの建物で行われている。健康科学センターは以前はナッシュデパートだった。大学は1990年に建物を利用し始め、1993年に購入したウェスターヌーのアンダーソンタワー。 歴史的なフォックスシアターが右側にある。キャンパスの西側には、ピュメランツ図書館の他に、研究事務部門や、研究所であるロドニーピーワインバーグセンター、及びアンダーソンタワーがあった。ロドニーピーワインバーグセンターには、研究専用の8550平方フィートのフロアがある。ここはもともと JC ペニーだった。キャンパスの生誕には、 多層の3万5000平方フィートのプマランツ図書館がある。大学は1998年に建物を取得した。あと、2001年に図書館を開いた。建物は1929年に建てられ、以前はパシフィックテレホンテレグラフ社の交換局だった。2015年、ウェスターヌーキャンパスの近くの場所に南カリフォルニア医学博物館がオープンした。 アンダーソンタワーは、ゲリー通りとセカンドストリートのキャンパスの生誕を、区切るように建っている。この7階建ての20世紀半ばの近代的な7万、平方フィートの建物は1963年に建設され、ウェスターヌーは2013年9月に JP、モルガンチェイスから建物を購入た同じ月に、3つのキャンパスビルの上に2688の太陽、 電池パネルを建設するために、電力会社、ワシントンガストの合意に達した。ソーラーパネルは2014年2月に完成し、毎年1100メガワット時以上のエネルギーを生産する予定である。オレゴンキャンパスの本館、ウェスターヌーは、レバノンに50エーカーの2番目のキャンパスを持つ。所在地は200マリンズドライブ。オレゴン州のキャンパスで、 最初のプログラムは医学だ,だが、他学部や他のプログラムも計画されている。オレゴンのキャンパスは、サマリア人の健康サービスに隣接している、レワノンコミュニティ病院は2009年6月に始まり、2001年8月に講義を開始した。新しい5万5千平方フィートの建物の費用は約1500万ドルであり、これは50エーカーの医療キャンパスの主要構成要素である。 ウェスタールーは毎年キャンパスで報告されたあらゆる全犯罪を記載した安全報告書を発行している。2014年、ポモナキャンパスでは3件の盗難、7件の窃盗、1件の自動車窃盗があり、暴力や強盗はなかった。同年、オレゴンキャンパスで犯罪は報告されなかった。2018から19年度に 合計3833人の学生がウェスターヌーに在籍した。ウェスターヌーの学生の平均年齢は28歳で、女性61%、男性39%。35%が白人、ヒ,ヒスパニック系、33%がアジア系、太平洋諸島系、14%がその他の民族、3%が黒人、または、 アフリカ系アメリカ人であり、残りの学生は民族不明。ウェスターヌーの学生は膨大な数のキャンパスクラブと活発な学生自治会に参加している。シグマ・シグマ・ファイ、カッパ・プサイ、ベータ・シグマ・カッパ、デルタ・シグマ・デルタ、およびファイ、ラムダ・シグマを含む幅広い学生自治体、研究会、同好会がキャンパスで活躍している。定期的に講演を主催する。 大学劇場劇団、サニスがある。1985年に医学生が、グループが設立した。サニスは、ラテン語のサニティに由来する。学生らは、ストレス解消のための手段として、遊びや演劇を行う機会を利用したと述べた。劇団は引き続き活動しており、他大学の学生も参加している。キャンパス内のその他の公認学生団体には、以下のものがある。 ウェスターヌーは323名の専任教員と37名の非常勤教員を雇用している。注目すべき教員は以下の通り。2018年現在、ウェスターヌーの卒業生は15,500人以上。2016から17年度は1,036人の学生が卒業した。注目に値する卒業生は次の通り。ありがとうございます。